インドネシアのコーナーキック。インドネシアまた3人。ミアを狙ってきた。あっと、入りました。インドネシア1点を返しました。キーパーとディフェンダーだけに当たってインドネシアの選手は全くおりませんでしたからそうです、ね、ダイレクトで入りました。これはバックとキーパー の, あの関係もありますね、はい、これ重なってましたよね。これでもいいボールでしたよ ね, 強くてね。いいボールでしたね。2人が重なってますよね。中央からうんとシュート打てない。ちょっと後ろから引っ張られましたが、ただボールがありませんでした。チャンスですね。今3対2のような形になってますね。韓国は抗議している隙に、さあこれでうまく出した。完全にフリーになりました。得点のチャンスだ。2点目決まった。4対2。韓国その手をつくようにしてインドネシアが得点。4対2。入れたのは7番のプトロ。ボールコントロールには定評のある選手。そのプトロに最後このパスも落ち着いていました、ね、アウトサイド。このタイミング良かったですね。僕も落ち着いてましたね。うまく体を切り替えて、こうですね、ヒュッとよく狙ってましたね。